アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 松本です。2月ももう後半に入りましてですね、もうすぐ3月という声がそこまで来てるんですけども、まだまだ寒い日が続いてますね。なんか今夜から明日の朝にかけて雪が降るんではないかなと言われております、この茅ヶ崎なんですけども、まだでもこの辺はですね、多分海風、海が暖かいんでしょうね。横浜とか東京で雪って言ってもだいたいこの辺は雨が降るっていうような感じになっておりまして、ポカポカと暖かい感じなんですけども、なんとかもうこの花粉もですね、くるくると言いながらまだ全然大丈夫な感じなんですけども、これってもしかしたらやっぱりビオヘルミンを飲んでるおかげなのかなと思うんですけども、このまままあ春に突入してほしいなというところで、今夜もアコシュネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。 はい、アコシュミネトラジはですね、本日から BGM をリニューアルいたしまして、ウクレレの、BJ のウクレレのアルバムですね、ウクレレでメロディーという CD なんですけども、こちらの方から BGM を持ってきておりまして、ウクレレ一色にだんだんとなっていこうとしております。アコシュミネトラジーなんですけども、まあ、このアコシュミの、まあ、そもそもというのはアコースティックライブなんですね。野外でライブを行っておりまして、2000年の6月にスタートいたしまして、今度3月の25日に茅ヶ崎里山公園であるんですけども、おかげさまをもちましてですね、第210回目になるという形なんですね。210回もよくですねやってきましたね。まあ、でも楽しいからなんだかんだと、いろんな会場でやったりとかですね、コンサートホール借りてやったりっていうのもあったんですけども、まあ ほぼメインはですね、野外ライブということになっておりまして、野外でやってるんですね。で、前は冬の時期もずっと野外でやってたんですよ。12月、1月、2月と、なんなら雪の降るですね、池袋西口公園ですね、こちらで、都内最高に一番寒いと言われた日に、なんと野外ライブをやったというような感じ。まあ、そのステージ付近には負傷者の方もいたりしてですね、寝てる人すいません、今からライブやるのでどいてくださいねなんていうのもやったのもなんか懐かしい感じがするんですけど、最近はですね、この暖かい時期にだけやると、まあ暖かいって言っても夏もやるときあるんですけどね、まあ、こうやって野外ライブで、盛り上がってる団体であります。まあ、今年はですね、まあ、3月に、いつもお世話になっております茅ヶ崎里山公園といいまして、かなりこうですね、ものすごく綺麗で大きな、芝生の広がってる、多目的広場、こちらの方のステージでですねやろうというふうになっております。おかげさまでですね、この3月25日、残り枠が1枠になっておりまして、アコシュミライブですね、ぜひ出てみたいなという方いらっしゃいましたらですね、エントリーの方ぜひアコシュミのホームページからお願いします。アコカタカナ、趣味漢字で、アコースティック趣味の略でアコシュミですので、ホームページありますから見ていただければどんな感じかなっていうのがわかるかと思います。はい、曲の方もですね、また一新してお送りしましょう。これはですね、ウクレレ WS に入っております。ウクレレでボサノバやってるんですね。聴いてください。帰るうち。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか？暖かい
日が灯る家、帰る時は決めずにのんびり行こうよ。茅ヶ崎 FM。 はい、ありがとうございました。このウクレレ WS という CD はですね、去年じゃない、一昨年ですか、早いもんですね、一昨年の9月に発売された CD でありまして、ウクレレとバンジョーとギターと3種類使ってやってるんですけども、まあ、今聴いていただいた曲は、ウクレレだけと、まあ、そこにあとベースとかいろいろ他の楽器は入ってますけども、まあ、メインになってるのはウクレレでやってるというような CD です、はい、それから今 BGM でかかってるのも、これは去年ですね、去年の冬に発売しました、ウクレレでメロディーというこのウクレレだけで演奏をしてます、はい、このジャカジャカ弾いてるコードもウクレレですし、メロディー弾いてるのもウクレレです、はい、だいたい全編ウクレレバージョンになっております、はい、またこういうのも出してるというところですけども、もうまたこの実は去年の秋ぐらいに出そうと思ってたんですけどね、次の CD をいろいろとレコーディングしたりなんだかんだやってるうちに伸び伸びに現在になっておりまして、まあゴールデンウィークまでぐらいには出そうかなという感じで考えてますので、皆さんぜひですねお買い求め、インターネットでお買い求めできますので、よろしくその時にはお願いしますという感じで、はい、それでは2曲目もですね、その、おととしに発売しましたウクレレ WS というアルバムから聴いていただきたいと思います。この曲はですね、最近はもうライブでも、割とオープニングに歌ったりもするんですけども、割と今もずっと歌ってる曲ですかね、言葉はいらないという曲です。はい、聴いてください。誰も見てない夜に二人で散歩する、月の影が寄り添って揺れる、君の鼓動が少し聞こえた気がして、いつもよりも近くに感じた。手を伸ばしたら届きそうな月が出てるよ。このシチュエーションにグッとくる言葉が見つからない。茅ヶ崎 FM。
はい、3曲目はですね、今回もスタジオ生ライブということで、インスト曲を演奏させていただきたいと思います。最近ですね、ウクレレの弦を変えまして、オルカスという、まあ、日本のメーカー、フロロカーボンなんですけども、今まで使ってたフロロカーボンよりもマイルドな感じの音なんですね。今までの割とシンガーってカキーンってした音だったんですけど、 BJ が今このメインで使ってる、コアロハのウクレレはもともと音がカキーンってするので、カキーンとカキーンを足したらダブルカキーンになってすごく硬かったんですけども、このオルカスの弦は割とブラックナイロンの音に近いような、なんていうんですかね、まあ、ブラックナイロンに近いけども、こうすごく倍音が出るような、なんか独特の音なんですね。こんな感じなんですけど、いい音でしょ。はい、それで最近はこれをちょっと使ってるんですけども、はい、それで今日は弾き語りじゃない、弾いてみようかなと思います。ですね、まあジブリをこの間まで弾いてましたね、トラニのトトロ。だからジブリシリーズで行こうかということで、今回は、天空の城ラピュータですか、ラピュタ、ラピュータ、ラピュータ、はい、それの、エンディングテーマですね。ちょうどこの飛行石が、あの、こう木に絡まって上がっていくところでエンディングでかかります、君を乗せてという曲の、インストバージョン、 BJ がまあアレンジしたやつなんですけど、聞いてください。ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。5月5日の子どもの日ですね、茅ヶ崎里山公園の春祭りが開催されまして、そちらで BJ ライブやるんですけども、その中の1曲をですね、湘南ウクレレクラブの皆さんで、一緒に演奏したいなと思うんですね。で、みんなが知ってる曲で、簡単な曲でっていうと、日曜日よりの使者、ラッラッラーラッ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 っていうやつをですね、みんなで、これコード簡単ですけどね、 A と、D と E7、 この3つしかないですからね、その簡単なコードでみんなで弾いて歌うというようなステージやりたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん参加してください。ウクレレ普段弾いてない方でもいいですよ。ウクレレクラブの一員となってやってみましょう。というところで今夜は以上です。また来週、おやすみなさい、さようなら。
ヶ崎 FM。